ブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅は、スロバキアの首都ブラチスラバ市にある主要鉄道駅である。オーストリア、ハンガリー方面行き国際列車の始発駅。かつては、ポーランド、チェコ方面行き国際列車や国内列車も発着していたが、2011年以降定期列車は運行されていない。2001年に完成した現役車。手前は、 ペトルジャルカ遊歩道の起点ブラチスラバペトルジャルカ、鉄道駅の位置オーストリア国境に接するブラチスラバ5区、ペトルジャルカ外区のコプチアンスカ通りに面する。ドナウ川対岸の旧市外区とは、ブラチスラバ交通企業の路線バスのほか、自転車、歩行者専用道のペトルジャルカ遊歩道で結ばれている。 電化方式は駅舎に面したオーストリア方面の1番ホームがオーストリアの交流 15KV16.7Hz、ハンガリー方面の2番ホームが南部、スロバキア及びハンガリーの交流 25KV50Hz で構内に電気セクションが設けられている。駅の南西部は工業団地でかつてのプレスブルク鉄道線の一部が各工場につながる。 非電化貨物専用線となって残っている。旧ブラチスラバイコールのベーメスト鉄道駅を起点とし、道路鉄道併設橋のフランツヨーゼフ橋を経て、ハンガリーのヘジェシャロムで、ブダペスト方面の東部鉄道に接続するブラチスラバ、ヘジェシャロム鉄道の駅として1897年に開業した。1914年には、 ウィーン市内の市電網とブラチスラバ市内の市電網に乗り入れる延長69キロの電化新線のブラチスラバ側のターミナル駅となり、さらに1921年にはウィーン方面の東部鉄道に直結するパルンドルフ、ブラチスラバ支線の終点駅となった。しかし、第二次世界大戦では占領ドイツ軍による鉄道施設破壊とオーストリア国境の鉄のカーテン化で、 1945年にプレスブルク、鉄道ボルフスタールペトルジャルカ館と、パルンドルフブラチスラバ市線キッツエーペトルジャルカ館が、放棄遮断されたためウィーンへのターミナル機能を失い、戦後は、工業団地に隣接する小駅となった。民主化後の1990年5月、駅構内の改良工事と、 パルンドルフ・ブラチスラバ市線のオーストリア国境区間の復旧工事が始まり、1998年12月15日にキッツエーペトルジャルカ間が全線開通し、オーストリアとの直通列車が復活した。2001年には複合商業施設を備えた新駅舎が完成。2005年以降、 ペトルジャルカウィーン南間のローカル、急行列車始発駅となり、オーストリア連邦鉄道の4024系、タレント電車が、日中毎時一往復運行している。また駅前再開発ビル、ビエンナゲートなど、周辺の再開発も進んでいる。一番ホーム、二番ホームからなる二面五線の地上駅。一番ホームは駅舎に面している、端式ホームで、 8号線と切り欠き機、ホームの10号線からなる。2番ホームは、島式ホームで、5号線と9号線、及び切り欠き機、ホームの7号線からなる。平日は1時間に1本、休日は2時間に1本、ウィーン経由、ドイチクロイツ港の快速列車が発車する。ブラチスラバーの、ペトルジャルカ地区に位置する。市の中心街からは、約3キロメートル離れている。 ペトルジャルカ地区内のバスが主に発車する。旧市街、本駅方面やルソブツェ方面の中距離バスが発車する。プレスブルク鉄道ペトルジャルカボルフスタール間の跡地を利用し、ウィーン空港駅からブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅を経て、ブラチスラバ空港までの新線を建設し、直通列車で結ぶ民間レベルの構想があるが、実現していない。 欧州委員会の欧州横断交通網構想では、将来の欧州高速鉄道網における、スロバキアのターミナル駅として位置づけられている。ペトルジャルカ駅からは、ウィーン方面、ブダペスト方面、ブラチスラバ本駅方面の3方向に路線が、伸びている。しかし、ブダペスト方面は2008年以降、ブラチスラバ本駅方面は2011年以降、 定期列車が運行されていないため、ペトルジャルカ駅を発着する定期列車はすべてウィーン方面の始発、終着列車である。また、ウィーン方面の列車は、自駅の喫定が、すでに、オーストリアで、その後オーストリアとハンガリーの駅にしか止まらない。そのため、発着する定期列車のすべてが、国際列車なのに加え、スロバキア国内の他駅へ、 乗り換えなしで行けないという珍しい駅である。http://www.zeleznicne.info/.storej/.nkcp20111210/.1322011 から 2012pdfhathttp://www.blarki.net アップロードトラってトラってプリロハイ 零零零二九六 GVD-2008 から 2009pdfhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.oebb.at スラッシュでスラッシュ reiseplanung スラッシュ f a h r p l a n v u s k u n f t スラッシュ f a h r p l a n b i l d e r スラッシュディテール701キフ 714pdf ありがとうございます。